ちょっとゴヤどういう人かっていうことからね、見ていこうと思うんですけど、ゴヤ結構苦労人で、1746年に、スペインのちょっとフランスに近い方のサラゴサっていうところの近郊の村で生まれて、そのサラゴサで育つのね。で、14歳でそのサラゴサにいた画家のホセ・ルザンっていう人のところに入門して絵を描き始めるんですよ。それで、17歳の時と20歳の時、2回、国立美術アカデミーの試験を受けるんだけど、2回とも落ちてるんだよ。それで、自力でローマに勉強しに行くのね。で、それをなんか、サーカスの一座に混ざって行ったとか、お金ないからさ、いろんな伝説があるんだけど、とにかく自力でローマに行って勉強して帰ってきて、で、地元で師匠のと一緒に教会の壁画描いたりとか、そういうことをしてたんだよね。だけど、その同じ先生のところの兄弟子だったフランシスコ・バエウっていう人がいるんだけど、その人が先に王立美術アカデミーの会員になって、マドリード、首都マドリードに出て活躍してたんですよ。で、その人の妹とゴヤ結婚するの。で、その義理のお兄さん、アカデミー会員になってる、王室の仕事やなんかもやって、お兄さんのツテで、女房と一緒にマドリードに出て、で、王立タペストリー工場、タペストリーね。あれの下絵が必要じゃない。あれの下絵を描く仕事をもらったんだよ。で、この下絵描きの仕事、下積みを10年ぐらいやるんだよ。やっと40歳の時に初めて、国王カルロス3世の肖像画を描かせてもらえるようになるわけ。それで、43歳で、ようやくその次の王様のカルロス4世の宮廷画家になるよね。ものすごい遅咲きの苦労人なんだよね。で、43歳でやっと宮廷画家になったぞって喜んでたら、46歳の時に病気で耳が聞こえなくなっちゃったわけなんだよ。で、よくゴヤのもう傑作って呼ばれるの作品って、みんなが知ってるのは、ああいう裸のマーノとかね、そういうのって全部その耳が聞こえなくなってからの作品なわけ。だから、その耳が聞こえなくなることでゴヤが変わったんじゃないかみたいなことをよく言われるんだけど、そうでもない感じなんだよね。例えばよく言われるのが、自分が仕えてたカルロス4世の家族を描いた絵なんですよ。カルロス4世とかよく見るとね、バカっぽいんだよ。実際これダメな王様だったんだよ、この人。ちょっとバカっぽい奥さんなんだけど、あんまりモテてない のね。で、これがね、ゴヤがね、耳も聞こえなくなってね、これちょっと反体制に傾いてね、王室批判として書いたんじゃないかみたいなこと言われることもあるんだけど、そんなはずないんだよ。だって、そんなこと、これが気に入られなかったら、もう即クビになるだけの話じゃない？そんなはずはないんだよ。だから単にリアルに書いただけなんだよ。この人たちも別に怒ってないんだよ、それで。そんな喜びもしなかったかもしれないけど、怒ってもいないんだよ。ほいで、なんかここにほら、キャンバスが立てかけちゃって、ここにゴヤ自身の姿が書いてあるわけ。これもなんかね、画家としての主張だみたいなこと言う人もいるんだけど、いや、そうじゃねえだろうと、これはこれを意識してるんですよっていう、これはスペインで一番偉大な画家、ベラスケスという人の作品なんですよ。ベラスケスはもうスペインの宮廷、ゴヤよりもっと前の時代の宮廷画家だったわけだよね。で、この王の家族っていうか、特にこの王女、まあ、この王女を中心に描いた、で、その王女にお付きの女官たちを描いたこの作品で非常に有名なわけ。で、これはもうすごくて、国王夫妻はこの鏡の中に書いてあるとか、いろんなこう仕掛けがある作品なんだけど、ベラスケスここにいるわけですよ。でっかいキャンバス立てて。で、これと、ほら。だから、これはむしろ、もうそんな王室批判とかそういうことじゃなくて、自分はベラスケスと同じような宮廷付きの画家になっとるんやでっていう、むしろそのプライドですよ。だから、そんな王室批判とかそういうのは、耳が聞こえなくなった時点では、むしろもう普通の宮廷画家、ベラスケスの次の偉大な宮廷画家になろうとしてたんだよ、普通に。で、ゴヤを変えたのは、だから耳が聞こえなくなったことよりも、ゴヤを変えたのはですよ、私の大好きなナポレオンですよ。